ゆうと、お前いつか妹が欲しいって言ってたよな。え、まあそんなこともあったかもしれないけど、子供の時の話だろう。父さんにとっては高校生の今も十分に子供だよ。ともかく聞いて喜べ。お前に妹ができることになったぞ。どういうことだ？実は父さん、正式に再婚することになってな。相手に高校生の女子の連れ子がいるんだ。ああ、前々から話してた人か。わかった。相変わらず軽いな。もっと反発とかないのか？父さんの人生だから、俺に口出しする権利なんてないよ。とにかくおめでとう。後日、我が家に再婚相手がやってきた。再婚相手の水木さんと、その娘さんの美香ちゃんだ。ゆうとくん、今日からよろしくね。はじめまして、美子です。お母さんともどもよろしくお願いします。ちなみに美香ちゃんは、ゆうとと同じ西高の生徒だそうだ。彼女のことわかるか？いや、見たことあるような気もするし、全くないような気もする。そもそも学校の人たちに覚えてる人はほとんどいないし。相変わらず他人に興味がないな。まあ仲良くやってくれ。ゆうとさんだよね。これからよろしく。私の方が一つ年下だし、気軽にミカって呼んでよ。あ、こっちはなんて呼べばいい？兄弟になったことだし、お兄ちゃんって呼んであげよっか。お兄ちゃんって、別に無理して兄弟らしくする必要はないだろう。というか気さくだな。初日の距離感じゃないだろう。よく言われる。私慣れ慣れしいからね。お兄ちゃんとも早めに仲良くなりたいと思ってるから、よろしく。誰がお兄ちゃんだ、妹よ。おお、いいね。ぶっきらぼうに見えるけど、意外とノリいいじゃん。後に知ったことだが、彼女の旧名は斉藤美香という。明るい彼女は友達も多く、クラスの中心にいるのだとか。男子からもモテて、よく告白されるらしい。物言わぬ性格で、友達のいない俺とは対極に位置する存在だ。彼女は朝、俺に声をかけてきた。お兄ちゃん、一緒に学校まで行こうよ。部活の朝練とかもないでしょ？一人で行くの退屈だからさ、話し相手が欲しいんだよね。まあ俺は部活は入ってないけど、登校することはできないな。今日は学校に行かないから。え？学校休むの？どっか具合悪いとか？いや、体調は万全だ。でも俺は決めてるんだよ。3日に1度しか登校しないって。最低限の出席日数を満たしたら卒業はできるからな。それ以上行く必要がない。え？何それやばいじゃん。っていうか、そんなに学校休んで家で何してるわけ？ゲームだよ。ゲーム？学校休んでずっとゲームしてるの？引きこもりじゃん。失礼な。引きこもりじゃない。トイレの時は部屋の外に出てる。いや、家の中からは出てないじゃん。妹として言わせてもらうけど、お兄ちゃんそれやばいよ。ずっと引きこもってゲームしてても何にもなんないし、もっと外に出てみんなと接さないと、将来大変なことになっちゃうよ。ご忠告ありがとう。聞く耳持ってないな、これは。ねえミカ、どうだったの？ん？何が？お母さんが再婚してお兄ちゃんができたんでしょ？どんな人だった？ね、引きこもりだった。え？あー、2年の田中優斗先輩か。ゆい知ってるんだ。3日に1度くらいしか投稿してこないんでしょ？そうそう、引きこもってゲームばっかしてんの。このままじゃダメになるよって忠告しても聞く耳持たずって感じだった。くっくっく、君たちは何にも分かっていませんね。うわ、鈴木くん、久々に声聞いたかも。田中優斗心のことを全く理解していないようですな。彼は界隈では知らぬ者はいない有名プロゲーマーですよ。引きこもってただゲームをしているわけではないのです。プロゲーマー？あの人が？そう、数々の大会に出場し、神プレイで優勝をかっさらう。彼には熱心なファンが世界中にいます。それに賞金として、彼が去年に稼いだ額は億は優に超えていますよ。うお、億？億って宝くじの1等で当たるあの億？世界大会で結果を残せば膨大な賞金が手に入りますから。彼はこの学校の誰よりもすごい男ですよ。僕も彼の虜です。ひひひ、知らなかったわ。お兄ちゃんがそんなにすごい人だったとは。え、俺のゲームしてるところを見たい？どうしたんだよ急に。クラスの男子にお兄ちゃんが実はすごいプロゲーマーだって聞いたから、どんな感じなのか見てみたくて。お願いします。この通り。まあ別に構わないけど、見られて減るもんでもないしな。俺がゲームしてるのを見たミカは目を輝かせていた。お兄ちゃん、めっちゃすごいじゃん。あっという間に全員倒しちゃった。神業ってこういうことを言うんだね。神業なんて大げさだよ。でも楽しんでもらえたようで何よりだ。ごめんね、私何も知らなかったから。お兄ちゃんにひどいこと言っちゃった。学校も行かずに部屋でずっとゲームしてるんだ。ミカがそう思うのも無理はない。むしろこっちこそ悪かったな。俺がろくに学校に通ってないせいでミカに迷惑がかかって。謝る必要なんてないって。確かにいろいろと言われはしたけどさ、別に気にしてないし。ミカが学校の連中にいろいろと言われるのもなんだし、俺もちょっと学校に通おうかな。え、
本当？クラスの男子に聞いたけど、プロゲーマーって大変な仕事なんでしょ？学校に行ってる暇なんてないんじゃない？確かにやることは多いが、学校でもできるしな。授業中にもコントローラーさえ持ってればイメージトレーニングもできるし、雑音の中でも集中する訓練になる。おお、お兄ちゃんすごいんだけど。授業を雑音だと捉えてるんだ。先生が聞いたら泣きそう。おお、珍しいな。田中どうしたんだよ。今日は学校来る日じゃねえだろ。これからはなるべく登校しようと思ってな。あんまり引きこもってると義妹に迷惑がかかるから、それは本意じゃない。ああ、1年のミカちゃんだっけ。お前を動かすとはよほど可愛い子なんだな。別にそういうわけじゃないが。こら、お前たち、席につけ。今日はこの前に行った実力テストの答案を返すからな。うけえ、いらねえ。絶対悪い結果だわ。日頃の勉強が足りてないからだ。精進しろ、精進。そして、俺の答案が返ってくる番に。田中、今回もお前が学年1位か。3日に1日の登校なんて、ふざけた真似は本来許されないが。なまじ賢いからな、お前は。結果を出してるなら口出しもできない。今後もこの調子で頑張るように。ありがとうございます。お兄ちゃん聞いたよ。実力テスト学年1位だったんでしょ。ゲームだけじゃなくて勉強もできるなんてすごいじゃん。実は隠れてこっそり勉強してたの？いや、全然してない。出席した時に授業を聞いたり、教科書を軽く読んだだけだ。え、それだけで理解できちゃうの？ゲームの試合をするには集中力が必要になるからな。これくらいは大したことない。はい、プロゲーマーになるくらいだとそんな応用も効くんだね。俺たちが家に向かって歩いていた時だ。おい、ミカ、今から俺と遊びに行かね。ミカ、呼ばれてるぞ。彼氏か？げ、隣の高校の男子じゃん。この前から付きまとわれて迷惑してたんだよね。ミカは嫌がってるみたいだ。悪いけど、ご遠慮願おうか。あん、なんだてめえは。俺はミカの兄だ。と言っても血は繋がってないが。は、兄貴だからって妹の前で格好つけてんじゃねえぞ。ぶっ飛ばしてやるや。血の気の荒いやつだな。あ、俺のパンチが全て受け止められただと。ボクシングの経験もあるんだぞ。それをたやすく反応するなんて。お前がいくらパンチを放とうが、俺には止まって見える。さっさと引け。今ならまだ見逃してやる。くっ、こいつの目、ただものじゃねえ。これまでに何度も修羅場をくぐってきたやつだ。このままやり合ったとしても分が悪いか。ここは出直させてもらう。うん、よかった。助かったみたい。でもお兄ちゃんすごいね。パンチ全部止めちゃってたじゃん。喧嘩の経験あるの？いや、全く。俺はガンジーと仲良くなれるほどの平和主義者だから。FPS ゲームでは反応速度が求められるからな。ボクシングをかじってるやつのパンチくらいなら軽く見切れる。不良が修羅場をくぐってる目って言ってたのは？ゲームの中で戦場を駆け巡ってきたからそう勘違いしたんだろうな。けど危なかった。俺は攻撃手段は持ってないからな。実際に喧嘩になってたらいずれボロが出てただろう。ありがとね、私のことを助けてくれて。正直に言うと、最初はなんだこの引きこもりって思っちゃってたんだけど、今はお兄ちゃんのことすっごくかっこいいと思ってるよ。そりゃ何よりだ。というか、お兄ちゃん呼びは固定なのか。そういえばミカ、最近はどうなの？引きこもりの兄との関係は。うん、そうだね、兄弟って関係じゃなかったらなって。やっぱ陰キャの兄はきついか。違う違う、そういう意味じゃなくて。え？私たちは兄弟だから、付き合うってなると血のつながりはないから問題ないじゃないんだけどね。いや、ミカ、あんたお兄ちゃんめっちゃ好きじゃん。いつの間にかそんなことになってたとは。ミカはやけに俺に懐いて、よく俺のゲームしてる様子を見ている。休みの日になると気分転換も兼ねて一緒に出かけたりもしていた。俺を見る目が時折熱っぽい気がするのだが、まあきっと陰キャの俺の勘違いだろう。社会人の俺、田中優斗には嫌いな上司がいた。田中くん、あなたの作った資料、まるでなっていないわ。こんなレベルの低いものが通るわけないでしょ。ダメよ、ダメダメ、やり直しなさい。直属の上司、水原七瀬は俺を目の敵にしている。ことあるごとに詰めてきて、叱責を飛ばしてくる。そこまでマークされているのは俺だけだ。彼女は社内一仕事ができるから、俺としても返す言葉がない。気にすんなって。あれは七瀬さんなりの愛の無知だ。お前に期待しているからこそ厳しくもなるんだよ。フォローはありがたいけど、残念ながらそうじゃない。え？俺のいないところで七瀬さんが話しているのを聞いたんだ。七瀬さんって田中さんに厳しいですよね。愛の無知ってやつですか？彼の仕事ぶりを見ているとイライラしてくるの。だからあれは無知に対するただの無知よ。って、それに直接言われたこともある。
田中くん、あなたが同僚のこと、私のことを嫌いだと言っていたのを聞いたわ。私もあなたのことが嫌いだから。両思いね。そりゃもう完全に嫌われてるな。田中、同情するぜ。まあ明日は休日だし、思いっきり羽を伸ばせよ。彼女とどこかに出かけたりしてさ。いねえよそんなの。こちとら妖怪独身一人暮らしじゃい。そしたら借りればいいじゃないか。借りる？彼女をか？レンタル彼女ってのがあるだろ。面白そうだし、試しに使ってみたらどうだ。高橋のやつ、あんなこと言ってたけど確かにちょっと気になるな。どうせ予定もないし、一回レンタルしてみようかな。レンタル彼女のサイトを覗いてみた。おお、可愛い子がいっぱいいるじゃないか。特にこのナナって子がドンピシャでタイプだ。根は張るけど、この子とデートしたい。そして翌日、俺は待ち合わせ場所にやってきた。確かこの辺りにいるはずなんだけど。お、あの人、メールに書いてた服装と同じだ。すみません、あなたがナナさんですか？はい、ナナです。ユートさんですよね。今日はよろしくお願いします。田中くん！七瀬さん！振り返った女性を見て俺は驚いた。普段とメイクの感じは違うが、七瀬さんだったからだ。ってことは、俺が指名したのは七瀬さんだった？七瀬？何のことかしら。私は七だけど、そんな七瀬とかいう人は知らないわ。あなたとも初対面だし。しらばっくれても無駄ですよ。さっき田中くんって言ってたでしょ。つーかあんた、サイトのプロフに女子大生って書いてただろ。本当は20代後半のくせにどれだけ年齢さば読むんだよ。あれは私じゃなくてスタッフの人が。それに私は女子大生と記載しても一度もバレたことがないわ。それにレンタル彼女内の人気も高い。つまり私は女子大生よりも女子大生ということでしょ。へりくつをこねないでください。あとその発言は自白と捉えていいですね。しまった。まさかレンタル彼女で会社の上司を引き当ててしまうとは。しかしこれは逆にチャンス。普段の鬱憤を思う存分晴らせるのでは。くっ、凄まじく悪い顔。一体何を企んでいるの。そうだな、とりあえず俺をご主人様と呼んでもらいましょうか。な、ふざけないで。別に違反行為を働いてるわけじゃないでしょ。拒んでもいいですけど、その時は星1のレビューをつけさせてもらいます。くっ、なんて卑怯なの。わかったわ。ご主人様、これでいいんでしょ。いやあ、愉快愉快。じゃあ次は腕を組みながら歩きましょうか。楽しいデートになりそうだ。覚えていなさいよ。その後も俺たちは楽しいデートを満喫した。腕を組みながらウィンドウショッピングをしたり、旗から見ていると仲睦まじいカップルに見えたことだろう。けれど俺が嫌いな七瀬さんにとってはこれ以上ない屈辱だったはずだ。いやあ、今日は一日すごく楽しかったです。おかげで日頃の鬱憤を晴らせました。それは良かったわ。言っておくけれど、私がレンタル彼女をしていると会社にバラしたら許さないから。もちろんそれは守りますよ。週明け、俺が出社すると声をかけられた。ちょっとちょっと、田中さん見ましたよ。昨日七瀬さんと腕組みながら仲良さそうに歩いてましたよね。社内は今その話で持ちきりですよ。なっ、昨日のレンタルデートを社内の人に見られていたのか。完全に油断していた。七瀬さん、田中さんと付き合ってたんですか？二人仲良くデートしてたんでしょ？七瀬さんはどう言い逃れするつもりなんだ？ええ、私たち実は付き合っていたの。ずっと隠していてごめんなさい。やっぱりそうだったんですね。もう水臭いな。もっと早く言ってくれればよかったのに。ちょっと七瀬さん、何言ってるんですか？仕方ないでしょ。レンタル彼女をしていると知られるわけにはいかないし。体裁を守るためにそこまでするか？みんな聞いてくれ、俺たちは付き合っていないんだ。はいはい、もう隠そうとしなくていいって。二人が嫌い合ってるように見えたのもそういうことだったんだね。俺たちは完全に付き合ってると思われていた。そこから七瀬さんの逆襲が始まった。田中くん、さっきの会議での体たらくは何？建設的な意見も述べられずにただ座っていただけ。置物は会社には必要ないのだけど。以前よりも苛烈な物言い。本来なら周囲からの好感度も落ちそうなものだが。七瀬さん、田中くんが彼氏だからこそ厳しく接してるんだろうね。お互いの信頼関係みたいなのが伝わってきて微笑ましいよね。むしろ好印象を与えてしまっていた。気づいたの。恋人関係を盾にすればあなたをいくら叱責しても角が立たないと。今までのお礼をたっぷりとしてあげる。この女、まさかここまで見越した上で。田中くん、これからは毎日人格が崩壊するくらい詰めてあげるわ。
だがやられっぱなしで終わる俺ではない。休日、俺はまた彼女をレンタルした。なぜまた私を指名したの？当たり前でしょ。こっちは誰かさんのせいで平日にストレスを溜め込んでるんでね。休みの日ぐらい可愛い女の子とデートしたくもなりますわな。さーて、今日はどんなデートをしようかな。おしゃれなカフェで嫌いな男とハート型のストローでドリンクを飲ませてやろうかな。なんて恐ろしいプランを思いつくの。だけどルールの範囲内だから、レンタル彼女の私には拒否権がない。それからも俺たちの争いは続いた。平日は七瀬さんが俺を会社内で詰めまくって攻撃してくる。休日になると攻守が逆転し、俺がレンタル彼女の七瀬さんに攻撃する。俺の貯金が尽きるのが先か、七瀬さんが俺の理性を崩壊させるのが先か。さーて、次はどんなデートをしてやろうかな。七瀬さんが嫌がるプランを考えないと。あれ、このところずっと七瀬さんのことを考えてる気がするな。田中君を詰めるプランを考えないと。そういえば最近彼のことばかり考えているわね。休みの日もレンタル彼女として彼とずっと一緒にいるし。あれ、今日は田中君の姿がないようだけど。彼女なのに聞いてないんですか？なんか風邪ひいちゃったみたいですよ。日曜に発熱したのが引かなかったみたいで、電話越しの声もしんどそうでした。ふん。ああ、体が重くてだるいし最悪だ。こういう時に彼女のいない一人暮らしやな。愚痴を言えるのならまだ余裕はありそうね。七瀬さん？今日はレンタルした覚えはないですけど。一応、私とあなたは恋人ということになっているから、様子を見に来てあげたの。なるほど。昨日私をレンタルしなかったのは、熱で伏せていたからだったわけ。そりゃまあ、移したらまずいですからね。けど、ありがとうございます。見舞いに来てくれて嬉しいです。弱っているからかやけに素直ね。普段からそうだと可愛げもあるのに。寝ていなさい。今お粥を作ってあげるから。美味しいです。早く元気になりなさい。田中くんがいないと、私としても張り合いがないから。サンドバッグは必要ですもんね、お互いに。そうね、私たちはお互いがお互いを必要としているの。それから、しばらくの時が流れた後。七瀬さん、お待たせ。それはいつもの休日デート。けれど、一つだけ違うところがあった。俺と彼女の関係は、もうレンタルではなくなった。社会人の俺、田中優斗は疲れていた。毎朝朝から晩まで安い給料で働き続ける。休日は疲れのせいで寝ているだけで終わってしまう。人間らしい生活がまるでできていなかった。ある日俺は決心した。もうやってられない。決めたぞ。俺は今の会社を辞める。辞めるったら辞める。社長に退職届を叩きつけてやる。退職を決意してからの俺の行動は早かった。その日の夜に退職届を書くと、翌日には社長との面会を取り付けた。水瀬社長、貴重なお時間を取らせて申し訳ございません。構わないわ。あなたはよくやってくれているもの。それで話というのは何かしら。社長、すごい迫力だ。さすがは水瀬由美子。大企業から独立して一人で会社を今の規模まで成長させただけある。だけど恐れてる場合じゃない。まだ若いし働き口は見つかる。だから勇気を出して退職届を出すんだ。水瀬社長、これを受け取っていただけませんか。封筒の中身を見た由美子さんは顔色を変えた。田中君、あなたどういうつもりなの。声に時が滲んでる。そらそうだよな。退職届を見ていい顔はしない。なぜ私に婚姻届を提出するわけ。はい。由美子さんの手元の書類を見た俺は思わず自分の目を疑った。そこにあったのは確かに婚姻届だったからだ。なんで。俺は昨夜確かに退職届を書いて封筒に入れたはずだ。あの封筒には何も書かれてない。そういえばこの前母さんが俺の様子を見に来た時に。あんたもそろそろ嫁さんもらわんとあかんで。婚姻届持ってきといたから好きな子に渡してあげ。そうか、母さんに渡された婚姻届の方の封筒を出したのか。勢いのまま出てきたから確認するのを怠っていた。どういうつもりかちゃんと説明してもらえるかしら。わざわざ面会の時間を設けてまでふざけた真似をしてきた理由を。由美子さんめちゃくちゃ怒ってる。正直に退職届と間違えたと打ち明けるか。いやダメだ、火に油を注ぐことになってしまう。こうなったら仕方ない。ふざけてなんていません。俺は本気です。水瀬社長と結婚したいんです。あなた私に気があったの。
そうです、テキパキと仕事をこなす水瀬社長にいつしか惹かれていて、気づいたら結婚したいと思うようになってました。勢い任せにまくし立ててみたものの、俺は何を言ってるんだ。ほら見ろ、水瀬社長の鋭い眼光、めちゃくちゃ怖い。この場で首を言い渡されかねない雰囲気だ。なるほど、田中君の気持ちは分かったわ。それで子供は何人くらい欲しいと考えているの？え、子供の数よ。こういった意見は今の段階ですり合わせておくべきでしょう。私は2人欲しいけれど、あなたは何人欲しいのかしら？そうですね、俺も2人くらい欲しいなと。なるほど、双方の希望が合致するわね。今は社長業が忙しいからすぐにとはいかないけれど、とりあえず今夜は予定を空けておきなさい。親睦を深める意味でもお互いに話をしましょう。わかりました。お、田中どうだったんだよ。ちゃんと水瀬社長に退職届を叩きつけてやれたか？お互いに子供は何人欲しいかって話になった。はぁ、何がどうなったらそうなるんだ？こっちが聞きたいよ。てっきり怒られると思ってたのに、由美子さんはなぜあんなことを。もしかして俺を泳がせてるのか？二人きりになった時に強烈に詰めてくるとか。待たせてしまってごめんなさい、仕事がなかなか片付かなくて。いえ、お疲れ様です。社長はいつもこんなに遅くまで残ってるんですか？ええ、誰よりも早く出社して誰よりも遅く会社を出ているわ。私は社長なのだから頑張るのは当たり前のことでしょう。会社を大きくして利益を生むことができればあなたたちにも還元できるし。知らなかった、社長だからふんぞり返ってサボってるのかと。朝礼の後によく姿を消していたのは資金繰りのために各所を走り回っていたの。誰よりも頭を下げるのも社長の役目だから。そうだったのか。田中君が私に婚姻届を出してきた時はとても驚いたけれど、退職届ではなかったからほっとしたの。あなたは優秀な社員だったから辞められてしまうと悲しいわ。俺が優秀な社員？冗談でしょ、結果も出せていないのに。ええ、少なくとも今はね。けれど私は知っているわ、あなたが結果を出そうと日々努力していることを。もうじき必ず芽が出るわ、だから今のままでいい。由美子さん、俺のことをそんな風に見てくれていたのか。それより田中君、さっき改めて話したいことがあると言っていたけど、私ばかり話してしまったわね。要件は何かしら？いえ、俺の勘違いでした。この場で改めて退職届を出してやろうと思ってたけど、出しにくくなってしまった。後日会社の飲み会にて、水瀬社長、今日も朝礼が終わったら会社からいなくなったよな。ありゃ絶対お気に入りのホストに貢いでるんだぜ。ほんとひどいよね、私たちが一生懸命働いてるっていうのに。社長ってサボってるだけでボロ儲けできて羨ましい。みんなは社長への愚痴で盛り上がっていた。ちょっと待ってくれ、水瀬社長はみんなが思うようないい加減な人じゃない。朝は誰よりも早く出社して、夜は誰よりも遅くまで仕事をしてる。よく会社からいなくなるのも会社のために方々を飛び回って頭を下げてるからだ。気づけばそう口にしていた。どうしたんだよみんな、ボカンとした顔して。いや田中、お前こないだは一緒に愚痴言ってたろ。俺は絶対にこんな会社辞めてやるって威勢よく言ってたじゃないか。そうよ、水瀬社長がなんぼのもんじゃいって息巻いてたじゃない。それはそうだけど、俺は今まで社長のことを何も知らなかったって気づかされたから。水瀬社長は会社のことを、社員の俺たちのことを考えてくれてる。少なくとも俺にはそう思えたんだ。おいおい、どうしちまったんだよ。そこから俺の仕事に対する打ち込み方は変わった。ちゃんと自分の頑張りを見ていてくれる人がいる。そう思うとモチベーションが出た。水瀬社長の期待に応えてみたいと、そう思うようになっていた。そして今月の成績も田中くんがぶっちぎりのトップよ。これで3ヶ月連続、素晴らしい成果だわ。みんなも彼を見習うように。万年底辺社員だった俺は結果を出すことができた。うお、田中くんすごいじゃん。3ヶ月連続成績トップは会社始まって以来らしいよ。けどお前、数ヶ月前は会社辞めるって言ってたろ。何がどうなったらこうなるんだ。本当だよな、本当ならもうとっくに辞めているはずだったのに。田中くん、お疲れ様。よければ仕事終わりに食事でもどう？あなたの頑張りを称えて祝勝会をしましょう。俺が結果を出して喜ぶ彼女を見ると去ることができなかった。今のあなたは以前とはまるで見違えたわ。役職にもついて大きな仕事を任せられるようにもなってきた。おかげであまり二人の時間は作れていないけど。あの、今日は社長に渡したいものがあるんです。これは婚姻届？はい、俺は水瀬社長が由美子さんのことが好きです。誰よりも仕事に熱心で俺のことを見守ってくれたあなたに惹かれました。だから結婚を前提に正式にお付き合いしてください。
今回は間違えたわけじゃなく、自分の意思で婚姻届を渡した。俺はいつからか由美子さんのことが好きになっていた。ありがとう。私もあなたのことは憎からず思っていたから、思いを伝えてくれたことは嬉しいわ。けれど今は社長業が忙しいから。だったら俺が会社を今よりももっと成長させます。由美子さんが頑張らなくてもちゃんと回るようにします。そうすれば俺と結婚してくれますか？田中くん、それなら何も問題ないわね。期待しているわ。それからの俺はがむしゃらに働いた。朝は誰よりも早く会社に来て、夜は誰よりも遅く会社を出る生活。俺の熱意に感化されてか、他の社員たちもひたむきに働くようになった。飲みの場でも愚痴を言う者はいなくなった。そして今日から産休の由美子さんに代わって社長を務めることになりました。彼女が戻ってくるまでの間、会社を守れるように頑張ります。いや、田中社長、俺は由美子さんの代わりに社長を務めることになっていた。仕事を終えて家に帰ると愛する妻が出迎えてくれる。お帰りなさい、あなた。いいえ、新社長と呼んだ方がいいかしら。退職届を出すつもりがどうしてこうなったんだろう。けれど今俺はかけがえのない幸せを感じている。高校生の俺、田中優斗には双子の弟がいた。弟の龍二は俺とは何もかも正反対だった。明るく社交的で運動神経抜群、ザ・陽キャという感じの人間だ。いつも周りに人が集まっていた。対して俺は家にいるのを好み、部屋で読書ばかりしていた。陰キャの兄と陽キャの弟、両親は龍二ばかりを寵愛し、俺には興味がないようだった。家での立場は完全に下だ。唯一祖母だけは俺のことを溺愛してくれた。ゆうと、あんたは賢くて優秀な子だ。平凡な人たちはゆうとのことを理解できないだろう。けれど腐ってはいけないよ。祖母の言葉が俺にとっての支えだった。高校生になる頃には兄弟の差はさらに開いていた。俺が登校していた時だった。あ、見て、田中先輩がいるわ。うわ、ほんとだ、相変わらずかっこいい。女子生徒たちの視線の先にいたのは俺ではなく龍二だった。おらおら、ひも手の陰キャ連中は俺に道を譲れ。食物連鎖のピラミッドの頂点にいるこの田中龍二くんにな。田中先輩マジイケメンだよね。バスケ部のエースだし、オラついてるところもワイルド。しかも学校一の美少女の友坂さんと付き合ってるんだもんね。龍二の女子たちからの受けはとても良かった。おう、兄貴じゃねえか。相変わらず冴えない顔してんな。まあ仕方ねえか、親のいいところは全部俺に受け継がれて、兄貴はその出がらしだもんな。随分と手厳しいこと言うな。そうだ兄貴、今日の放課後の補習俺の代わりに出てくれよ。いや、バレるだろそれは。俺に変装すればいい、双子なんだしそこそこは似るだろう。まあ俺ほどイケメンじゃないだろうが、俺もイチャモンつけることはできねえよ。でもお前が部活に出たらバレるだろう。同時刻に校内に二人の龍二がいることになるし。その点は問題ねえ。補習の期間は部活には出ねえからね。たまにはゆっくり休養を取らないと。それただサボりたいだけじゃないか。結局俺は龍二の替え玉として放課後の補習に出ることに、あいつの姿に変装した。これでちょっとは龍二らしくなったか。まあ入れ替わってるとは誰も思わないだろうし、ほどほどのクオリティで大丈夫か。バレないか不安だったが、誰にも何も言われなかった。補習は滞りなく行われた。そして補習終わり、俺が帰ろうとした時だ。龍二、お疲れ様。今終わったところ？だったらちょっと話していかない？龍二の彼女の友坂彩音さんに声をかけられた。いや、今から部活があるから。何言ってんだか、いつも練習サボりまくってるくせに。俺は天才だからいいんだって私に言ってきたじゃん。ほら行こうよ。龍二のやつそんなことを。慢心しすぎだろう。あれ？どうしたんだ？俺の顔に何かついてるのか？もしかしてバレてしまったのか？ううん、なんだか今日のリュウジかっこいいなって。そうか。セーフ！気づかれてはいなかった。俺たちは中庭へと向かった。ほら、あやね、今日は暑いし飲んどけよ。え？リュウジが私に飲み物？普段買わせるばっかりで一度も何か買ってくれたことないのに。あいつどんな振る舞いしてるんだよ。しばらく俺は友坂さんとの他愛のない話に付き合った。リュウジ前より話面白くなった？私に隠れてトークの練習してたとか、まるで別人みたい。気のせいだろ。その時、友坂さんのスマホにメッセージが届いた。え、どうしてリュウジからメッセージが？私の目の前にいるはずなのに。ねえ、あんた誰？リュウジのやつ、こんな時に彼女にメッセージを送るなよ。もうこれはごまかしきれない。
そっか、あんたリュウジのお兄ちゃんなんだ。部活も補習もサボりたいリュウジの替え玉としてあの場に出席してたってわけね。騙すような真似をして悪かった。リュウジのためにも俺の正体をバラすわけにはいかなかったんだ。ユウトさんだっけ。こうしてみるとリュウジより全然かっこいいじゃん。気遣いができて優しいし、話も面白いしさ。え、おいおい何言い出してるんだ。あんたリュウジの彼女なんだろ。一応付き合ってはいるけど、外堀を埋められてオッケーしないと周りの子たちからハブにされる状況だったし、本当は全然好きじゃないんだよね。ユウトさんならわかると思うけどさ、リュウジはすぐ人を見下すし、自分が一番だと思ってるでしょ。外食に行った時も店員さんに横柄な口を聞くし。確かにそういうところはあるな。だから一緒にいると疲れるんだよね。あ、今のは内緒ね。ここだけの話ってことで。わかった。俺もリュウジに化けてるのをバラされたくないし、そもそも口外するメリットがない。さすが話がわかるね。私たちはお互いに秘密を共有する仲ってことで。ねえ、それとさ、これからも補習の後に話さない？え、ユウトさんと話してると落ち着くっていうか、ぶっちゃけ楽しいんだよね。リュウジの姿だと周りにも不審に見えないだろうし。そこから俺と友坂さんの交流が始まった。放課後、リュウジの姿で補習を受けた後に彼女とたわいない話をする。ユウトさんっていろんなこと知ってるよね。いつも感心しちゃう。まあ本の受け売りだけどな。ああ、リュウジじゃなくてユウトさんが彼氏だったらな。そしたら今みたいに幸せな時間がずっと続くのに。おいおい、そのセリフをリュウジが聞いたら怒るぞ。だって本当のことだし。やがて補習の期間は終わり、俺たちが話す機会はなくなった。おい、あやね、今日の放課後にデートしようぜ。カラオケでも行こうじゃねえか。今までずっと手を出そうとしてかわされてきたからな。今日こそゴールを決めてみせるぜ。ごめん、私他に好きな人ができちゃったから、今日限りで別れてくれない？はぁ、あ、他に好きな人ができただと？ふざけんな、誰だよそいつは。私が好きになったのはユウトさんだよ。よりにもよってユウトだと？つーか、お前らどこで接点があったんだよ。それはまあ、リュウジが補習で代替を頼んでる時に。クソ陰キャで何にもできないこんなやつのどこがいいんだ。リュウトさんは頭がいいし、他の人を思いやることができる。自慢話ばかりするリュウジと違って話も面白いし、私のタイプは知的な人だから。クソ、陰キャの弟に彼女を取られるなんて。よかったのか、リュウジを食ったら角が立つんじゃ。そうかもね。だけどユウトさんがすごい人だって分かれば、私を見る周りの目も変わるよ。俺がすごい人だって？気づいてないとでも思った？ユウトさんは頭もいいし、運動神経だって抜群でしょ。目立ちたくないからあえて地味を演じてるんだよね。もし仮にそうだとしたら何なんだ？冴えないままだと彼女の私の立場がないし、それにユウトさんの凄さをみんなに知ってほしい。ああ、わかったよ。友坂さんの名誉のために頑張ってみる。そう来なくちゃ。目立つのが嫌だった俺だけど、そこからは本気を出した。テストは学年トップになり、スポーツテストも真面目に受けた。その結果、これまでトップだったリュウジよりいい結果を出した。運動神経だけが取り柄だったあいつは立つ瀬がなくなった。あ、見て見て、田中先輩だ。ギャー、かっこいい。お前らそこまで騒ぐなよ。で、俺じゃないのか。田中先輩、よかったら一緒にお昼食べませんか？ちょっと、私だってそうしたいんだから。学内での俺たち兄弟の立場は逆転した。田中といえば兄のユウトという評判になっていた。そして俺は友坂さんと正式に付き合うことになった。ユウトさんがすごい人だってみんなに知ってもらえてよかった。だけど浮気したらダメだからね。私だけを見ててよ。目立つのが嫌いな俺だが、彼女といると周りからの嫉妬の目を浴びる。けどまあ、友坂さんといられるのならそれも悪くないだろう。